歴代の内閣総理大臣を早口で紹介。34人目は芦田仁。1、評価の高い政治家。初期の芦田は国民の間で評価が高く、先見の明があるとされ、知性豊かで手法はしたたかだった。また演説は理路整然で、国会でも名演説とされるものをいくつか残した。内閣の短命。芦田仁内閣はわずか7ヶ月余り、220日で崩壊した。彼の政権は前政権の片山同様、三党連立を踏襲し、中道連立内閣を自称していた。3、昭和電工事件と内閣崩壊。芦田仁内閣は昭和電工事件の発覚により総辞職した。この事件は戦後復興融資に関連する贈収賄事件で、政財官界から64名の逮捕者が出た。4、憲法9条と自衛権。芦田は憲法9条について人権を認められた個人同様、日本の自衛権を否定したものではないと主張した。彼はこの権利が自衛のための武力行使を禁じてはいないとの立場を取った。